どうも、トミヤンです。ファミコン全ソフト実況スーパースターフォース続きやっていきたいと思います。前回までのスーパースターフォース、こちら、ステージ3の地上面、ステージ5のね、ロックを解除して、さらにステージ3のダンジョン戻ってきました。爆弾、貴重な爆弾ね、9つ取ってきました。タイム2万貯めましたよ。さあ行きましょう。これ左側のね、調査っていうかね、行ってないので、ここ、あれ、こっちだってたかな。あ、痛い。どんどん減っていく。左、いやいや、これここかな、どうなんだろうね。こっち怪しそう、ここだよね、怪しそうなとこ、ここ。お、あった。左から7本目の木を抜けろ。左から7本目。痛い。あ、これか、1、2、3、4、5、6、7、ここだね。情報通り来ました。なんだこれは、どうなんだこれ。あー、怪しいのあったよ。よっと、あ、外した。え、違うのこれ、嘘でしょ。これっぽいけどな、ちょっと待って、これなんじゃないの、違うのかな。え、ここなんかゴールっぽいな。え、さっきのキーなんじゃないの、違うのかな。ここか、爆弾あった。え、もうクリア、マジか、一発クリア、やりました。え、あのなんか2つ取るとかいうシステムはなくなったのね。そうなんだ、面によって違うんだね。一発で石取れました。いや、いいですね。これで次の目標は、こっからちょっとややこしいんですけど、ステージ4に行きたいんだけど、ステージ4はあのこの地上面を開ける条件がこのステージ5でランプを使うということで、さっき、前回かな、像を渡したことで、ステージ5が先に解放されているので、先にステージ5行って地上面クリアしてからステージ4に戻るっていうね、ややこしいことになっております。そんなにややこしくないか。まあだから次の目標は820年ステージ5ですね。よし、行きましょう。もうこの面は何度もねプレイしてるから行こう。ステージ5だから820年ね、ここね、行くぞ。まあ空中面は一度クリアしてるからね。さあこれで、以前まではループで先に進めないようになってたんですけど、あ、これか。え、これ、おお、石でできた輪の真ん中を飛べ。やばいな、今バリア減ったんじゃないの。これもう聞いてたやつじゃん。そろそろバリアなくなっちゃうかもね。さあタイムをできるだけ稼いでいきたいよね。このなんか分裂するやつ、他の敵と重なるとやばいんだよね。あ、危ない。また今ダメージ受けたような気がするな。さあ地上面への入り口はどこだ。お店とかがあったら寄りたいけどね。敵の数、たま、あ、ダメージ受けたな、また。あ、ここか。オッケー、入ろう。さあ地上面来ました。これ足速くなるやつ使っとくか。
あ、爆弾4つしかない、マジか、それは良くないな。あ、一本道かこれ。あ、こっから、うわ、何これ、二つ入り口がある。さあ行くか、ここ、ダンジョン始まりました。爆弾がね4つしかないのがちょっとね、あー、なんか悪魔っぽいやつが、入ろう。あー、爆弾売ってる、あ、これはありがたい、いっぱい買っちゃえ、満タン。あ、もう9個かな、オッケー。足速くなるやつも買っとくか、で使っちゃおうか。あ、間違ったよ、ちょっとやめて。足速くなるやつ買っといて、速くなってんのかこれ、オッケー。さあどっちだ、上、上行くか、入って、あー、何これ、2000、どうなんだろう、これ説明書で調べます。これいいみたいね。B で決定だね。よし。おお、こりゃいいや。さらにこれ脱出のやつだよね。買っておきましょう。あ、こりゃいい。あ、楽だ。押しっぱでいいね。よし。あ、これが出口ね。あ、出口というか、あれかな。最後来るとこだよね。おー、これ強力だね。あ、これはもう持ってますね。あ、ボス？避けて。避けて。集中集中、結構手強いな、まだか、強くない、え、無敵かこいつ、あ、こいつ無敵、え、あ、これ倒せないやつか、どういうことだろう。一回脱出しました。あ、これ買っとこう。しかもね、バリアなくなっちゃったよ、まいったな、おい、あのボスどうやって倒すんだろうね。ちょっと謎解き、無理めの謎解きあると思うんで、ちょっと Google で調べたいと思います。っていうか、これバリアないからやばいですよ。バリアどっかに売ってないかな。うわー、これやばいって、やばい、おー、よく生き残ったな今、これ厳しい。あ、なんかあるよここ。これはドレラの像だ、ネムリアに住むノル。いやいやいや、もう渡したからそれ、え、いらないよね。いや、これ大ピンチだ。あ、ワープでどっか戻ってくるっていう手もあるのか。危ない。いや、バリアないときついよこれ。とりあえずダンジョン戻りたいな。やばい、くっ、あ、ここ関係ない、危ない危ない危ない。え、他にショップないのかな。なんかバリア、お金はあるのに。
とりあえず地上までもう一回、地上の方が安全だね、今のは。バリアないから。やばいやばいやばい。やばい。助けてくれ。あ、なんかショップあった今。隠しショップあったのに。いやー、あ、やられたー。やっぱりやられた。あ、弱くなったー。大ピンチ。隠しショップあったのに、ね、今。あ、弱いよ、装備が。いや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 。無理無理無理。入らしてくれ。おお、入れたー。危ない。でも、タイムが半分になっちゃったよ。足早くしまーす。あれ？マジかー。さっきのとこまで戻ししましょうかね。はい。はい、ここまで戻ってきましたけど、これね、隠し扉あるみたいです。ここにね、あれ？あ、この上登れないのか。え、どうやって登るんだろう、これ。最初はこの下のとこからしか入れないのか。そんな感じだね。ね、いや、これ装備が弱いな。装備弱いよね。爆弾はあるよね。この下側に行けばいいのか。あ、ここあるよ、なんか。あ、時の結晶を分けてあげるよ。とても美味しいんだから。時の結晶、調べたいと思います。なんか、住民、ノルムが好きなものって書いてありますね、説明書に。わかんない、言ってることが。なんか誰かに渡せば何かが起こる。あ、これで、あ、外に出れて、で、ここに何かあるみたいですよ。おーし！あ、もう一つの紋章を持ってるなら地下迷宮が見つかるだろう。やっと一個手に入れて、で、さっきのボスのとこに戻って、やっと、あのボスが倒せるようになるのかな？さっきのボスのとこまで戻りまーす。この装備でいけんのか。はい、戻ってきましたけど、こいつ全然倒せないね。無視して扉に入ればいいんじゃないの？突っ込んでみようか。よし、入れた。もう一つの紋章は手に入れたかね。ああ、何何、あ、死んじゃったの。おい、でも紋章は手に入れました。何が起こったんだ。もう、あ、爆弾ゲット。いやいや、タイムがやばいです。タイムが180しかない。うっそー。これ一旦一面に戻って稼いでこようか。その方がいいね、これ。一回戻ります。うわー、あー、ちょっと待って、戻れないのか。ちょっと、うわー、戻るにも5000かかるんだ。最悪だな、これ。頑張るしかないのか、ここで。いや、シューティングゲームっぽくなってきたね、これ。ここ入っても何もないもんね。くー、だいぶきついよ、この攻撃。一回戻りたい。過去から未来に行くのはすごいお金かかるんだよね。いや、きついわ、この装備では。ここなんか売ってる？あー、いらないな、別に。いや、きついな、これ。5000だったっけ、戻んの。
戻るのも必死。でもこれだと自利品だよね、やっぱり。あーやられた、やばい、ゲームオーバーなっちゃう。ゲームオーバー、あ、ゲームオーバーなったら2010年からか。ちょっと待って。アイテムは全部、ゲームオーバーなってもいいのか。ね。その方が早いか。まだやれるよか。大丈夫だろうね。これでタイトルから、スタート。頼むぞ。よし、これで、戻し作業をしたいと思います。さあ、もう何分かかったかわかりませんが、戻ってきました。2万タイム持っております。あとね、これね、装備して、来ました。戻ってきました。さあ、これ2つ取ったから、さっきなんかゴールっぽいとこあったよね。あそこに行けばいいのかな？怖い怖い怖い。なるべくタイム節約で、2万タイム。上行って左だったよね、確かね。ここ左ここだー、やっぱり入れる。これで終わりか。まだあるんだね、これ。え？難しくないこれ、ごめん。ね、ごめん、これ、なんかね、ちょっと待ってね。こちら、ごめんでしょ。なんかこの、ちょっと見、わかり、ここ書ききれないから上に書いてるんですけど、ランプを使う場所があるみたいですね。なんか水の流れる中央の場所に、行く必要があるみたいですね。それでないと、4面目が、プレイできないっていうね、のがあるみたいです。しっかり行こうか。うわぁ、もうめっちゃ虫飛んでくる。なにこいつら。お、ちょっと待って。なによ。よし、倒した。結構これあんまり連射効かないんだよね、これ。このレーザー。これどっちだろうな、こっちかな。ここは何？あ、お店？あー、ランプ売ってるけど、もう持ってるからね。こっち回りかな？いやいや、ダメージ受けまくり。進んでんのか、これ。あ、水、あ、通れないんだ、ここ。え？どういうことだ？このね、水路の中心地に行かないといけないんだよね。ぐるっと回らないといけないのかな。敵多すぎ、もうムシムシムシ。いやー、きつい。ちょっとずつ減っていく。水路の水源に行かないといけないんだよね。こっちか。あ、ここだ。いや、敵多すぎ。くっ。で、ここでこれ使えばいいのかな、ランプを。あ、これで通れるようになりました。光ったからね、これで。一応一つの目的達成かな。これで4面がいけるようになりました。あとはこの5面の石を取るだけなんだけど、どこに行けばいいのかは分かりません。皆さん、お見せできなかったけど取れました。録画できなかった、ごめんなさい。なんか探してたらなんとか取れました。ただね、なんか水が復活してたかもしれないんで、あ、大丈夫か。一応
いいとこ取れませんでした。録画ミス。申し訳ない。なんとかクリアできまして、次は4スタッフちゃんと録画してくれ。次は今この5面目のこれが取れましたね。で、結局なんか右の方に爆弾仕掛けたら取れました。失礼いたしました。で、1003年ステージ4に戻って普通にダンジョンクリアするっていう感じですね。行きましょうか。ごめんねみんな、もうやり直しはできない。一回限りの、ちょっと店入りたい。あ、爆弾取ってこれ買っとこか。爆弾満タンまで買っとこ。あ、もうあるね。オッケー。あ、これ脱出のやつばっかり。これ何なんだろうな、わかんないんだけどね。一回今度ダンジョンで、次のダンジョンで使ってみるか。さあ連射機能がない。もう4面まで戻るか。この面難しいもんな、敵が。本当は1面に1回戻りたいけどね。1面に戻ってまた稼ぎたいけど、もう戻っちゃおう。4面目が1003年3000遡って、もう無謀にもそのまま行ってみよう。勝負だ。坂のみんな美味しいとこ見れないっていうね。何のためにやってんのって。いやーこれ中央やばい。いやーバリアあるけどね、シールドなんか複数持てるみたいなんでね、これは別にもう知ってる情報だ。あ、あった、ダンジョンあった。ここで、これ1003年本当に。あ、1003、あ、1301年にいるじゃん。なんで、なんで間違った。1003年に来たつもりが、やっちまったな。これはまあまた1面に戻ってやり直し。1003年だよね。おい、もう一回確認しようぜ。ここだな、ステージ4。なぜ1301年にいる。1003年だね、ここ。よし、ここだ。で、ここはなんかループしてたんだよね、マップが。で、それを進めるようになってるはずなんだよな。危ない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 、店入って。緊急待機にも使えるっていう。連射機能が欲しいな、もう手で連射するのしんどいよ。もう何時間やってるかなこれ、スーパースターフォース。これね、セーブ機能がないからね、パート1からずっとぶっつけでやってるんですよね。いやーきついこれ。こんなに長時間シューティングしたことないよね。あれ、インが出てくるはずなんだけどな。これね、この森がずっとループだったと思うんだよね、今まで。あ、これイン。このお店は行ったことあるんですけど、で、このお店過ぎてからループになってたんだよね、今まで。うわ、狭い狭い狭い、後ろから来るのやめて。いや、シールドがもうそろそろ切れそうな気がするんだよね。
こいつら抵抗的強いよ。お、これで進んだか。さあダンジョンの入り口、敵の弾が多すぎ。あ、ここか。これが入り口。あ、違うの。え、今だったと思うんだけど、もしかしてもう一周か。あー、もう一周だね。でも一応初めてこのダブルが出てきた。おいおいおい、敵の攻撃激しすぎよ。あ、もう一周だねこれ。頑張ります。はい、入れました。やっぱりさっきのなんか人工物のとこでしたね。さあこっから行こうか。スピードアップしとこうか。間違った。どこだろうなこれ。まずはどうしようか。左から行くか。ちょっとあれ、くるくる 回ってる。突っ込め。くるくる回ってんな。どこだ。なんかこれあんまり破壊力ないんだよねこのレーザーってやつ。ずっと回ってるけど。お、なんかここっぽくないか。違うか。いやー敵多いよ。え、ループしてない。ちょっと全然わかんないなこれ。下の方かな今度。こっちさっき上行ったね。なんかやっぱループしてたね。お、なんだここは。お、時の門は一定の時を与えると封印が解けると聞くがの。タイム与えないといけないの。あ、これ何こいつ、ボス。痛い痛い。よし倒した。あー、何何何、減っていく。え、どんだけ減るのよ。え、死んじゃうよ。嘘でしょ。820。もう風前の灯火無理。時の門、そういうことなの。いや死んじゃうって。あ、残機アップ。いやいや、2割3割は当たり前、現品限りの大特売はいいけどさ。いや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 、勘弁してくれよ。これ使ってみようかな。あ、3000増えたこれ。あ、3000くれるんだ。なるほどね。このアイテムいいね。で、それはいいんだけど、これ、どうしよう。残機アップより、いや、このまま行こう。3000でいけるか、あと。いやいやいや、これ敵強いよ。やばい、2600? ここが。おー、4500。これ、なんだったっけ、あの、ディフェンス力上げるやつか。いや、もう無理。爆弾だけ買っとくか。え、ここじゃないの。こっちか。2100でいけるか、あと。いや、怖い怖い。どっちだ、これ。こっちか。行き止まりか。ちょっと待て。行き止まり。敵を避けていきたい。もう限界です。あー、やばい、520。これは無理。
いや、隠しのお店とかないのか、グーアということで、今回はここで区切りたいと思います。これまた一面に戻ってなんか惜しかったと思うんだよね。さっきの時の門で9000取られるんでしょ。2万か2万5000、3万ぐらいないと厳しいですかね。次回時の門の前から続きやりたいと思います。それではまた、さよなら。